さて次いきます、3ページ目にいきます。で、今事業を変えることを根幹にしてですね、進めてきた学校づくりと言いましたが、合わせてですね生徒指導の視点も変えました。一つ目はですね、問題原因ではなく解決に焦点を当てると。この会場におられる方は解決思考的なアプローチってお聞きになったことありますか？ちょっと読んでみますね。どんなのかと。解決思考的アプローチとは、問題の原因やその分析に焦点を当てるのではなく、現状を改善する方向へ焦点を当て、早期解決を目的とした考え方です。解決について知る方が問題と原因を把握するよりも有用だと考えます。また小さな変化は大きな変化を生み出すと考えます。そして現在のやり方でうまくいってないとならそのまま続け、しかしこれまでのやり方で改善されないなら思い切ってそのやり方をやめて何か違う行動を起こすということを重視する、視点です。まあ、不登校生徒のことでちょっと関連した話をさせてもらいますが、不登校生徒のことで相談した地元の精神科医の言葉ってちょっと書いてありますが、原因や対策が分からなくてもいいんじゃないか、分からなくても本人や家族の苦しみに付き合っていくことが大切、原因を知らなくても回復の援助はできる、怪我の原因を詮索するよりもまず傷の手当てを、対応しているうちに原因が後で分かることもある、登校した後で原因が分からないことだってよくある。これは私が25年前ぐらい、もうちょっと前かな、不登校の生徒のことで相談に行った地元の精神科医の方が私にこのことをさ伝えてくれたんですけども、この問題原因ということをですね、往々に私たちはしがちなんですよ。ちょっとエピソード一つ紹介するとですね、私がその生徒指導の主任でやってた時、こういう会場でケース会議っていうのは やるんですよ、よくね。でやんちゃな、例えば XO 君のことをですね、みんなでどうしたらいいかっていうことを話し合うんですけども、その中で例えば本人のこと、家族のこと、小学校のこと、部活でのこととか勉強はどうやとかね、で多面的に理解したつもりだったんですよね。で、1時間のケース会が終わりました。で私が司会をしてたんですけども、ちょっとみんながですね、いや先生ありがとう、いい会議やったって言ってみんな出てかかったんですよ、会場からね。これでその後ですね、担任の先生がつかつかと近寄ってきまして、この XO 君の担任がね、なんて言ったと思います？私それをもう忘れずに、このパターン、この解決思考的なアプローチでいかないとダメだと思ったんです。なんて言われたかというとですね、先生今日はどうもありがとうございました、その次なんですよ。ところで担任である私は明日から何をしたらいいんですかと問いかけられたんですよ。つまり1時間いい会議だと自己満足してた会議がですね、子どものなんかそのプロフィールがものすごい立体的に浮かび上がったと思ってたら、じゃあ明日から何をするかって問われた瞬間、答えに窮したんですよ、返答に窮したんですよ。でそれ以来私は一切全ての原因詮索型、原因も大事なんですけども、解決思考的なアプローチでいこうと。ところで皆さん、よく学校現場の教員は問題といったら本人の問題とか家族の問題と思いがちなんですよ、現場に出るとね。しかしですね、じゃあ家族を取り除くことできるんですか、原因屋としても。そうじゃないですよね。つまり原因詮索型っていうのはどっかで行き詰まるし、しかも、パートナーとしての協力体制が得られないっていうことが生じるわけです。で、あともう一つちょっと紹介して、このページちょっともうほとんど終わってるんですが、厳しさと優しさと書きましたが、私が着任した4月ですね、先生方の様子を見てるとですね、すごくいい先生なんですよ、みんな。しかもすごく優しいんですよ。だから例えば授業が分かんなくて出てきた生徒にどうしてるかというと、教室に戻って頑張れっていうことも当然言ってはいるんですけども、廊下なり階段でね、ゆっくり座ってですね、話し込んでるんですよ。まあそう言わずに頑張ろうねみたいなね。で私この優しさっていうのは非常に危険性、この時期には危険というかですね、これではうまくいかないんじゃないかっていう気がしてたんですよ。で今必要なのは、あかんことはあかんと言おうということを提起するわけです、しばらく経ってからね。でそこでちょっと私のちょっと見解書いてますが、本当の優しさとは厳しさと裏表じゃないかと。厳しさとは決して切り捨てることではありません、排除することではありません。いけないことはいけないと厳しく指導し要求することと、問題の奥に潜んでいる痛みや苦悩を読み取り励ます優しさは
メダルの裏表ではないでしょうか。で同じようなことをですね、当時じゃないんですけど書いてる方がおられまして、その右側にですね文章で書かれてたのを4象限のマトリックスでちょっと私が勝手に作ってみようったんですけども、指導性と重要性って縦軸が厳しさ、横軸が優しさだと思ってください。皆さん気がつくと思いますか、厳しさと優しさの一番多い、パターンは。右第一象限が成長支援関係と書きました。第二象限厳しいだけ、ちっとも私の話を聞いてくれない人が煙たい関係、まあ、第三象限はちょっとバツバツですよね。で第四象限はダチ関係、実は多くの先生そしてこの A 校の先生も友達関係の、証言に入るような先生がプロットすればね多かったんですよね。でこれってあの小学校で言ったらゴールデンウィーク明けにですね学級が崩れていくパターンですよね、ということが指摘されてますよね。つまり友達関係だけではですね、最初はいいんですけども、最初はいいんですよ、で人間関係作るときにはね、しかしその後崩れ出すということが指摘されているわけですね。で当然ですが成長支援関係は厳しさと優しさの言うたら統合だということを書かれている方がおられたんで、まあ我が家を得たりというかですね、私もそう思ってたんで、ちょっと紹介させていただきました。あと構造的理解っていうのはですね、まあ2行しかありませんが、まあ、個別指導もしていくわけなんですけども、あの皆さんあの4回生になったら教育実習行かれると思うんですけども、あの262って、まあ、法則っていう かなり厳密な法則じゃありませんが、大雑把に言ったらこれって結構適用っていうかですね、言い表せるんですが、262の法則って聞いたことあるかもしれませんが、大体頑張ってる生徒が2割で足引っ張ってるのが1割とか2割、まあ、2割いかないと思いますけど、で真ん中が6割7割いるというね。でこれよく観察するとこの6割7割がどっちへ、つまり頑張ってる方へ行くのか反対に流されるのかでクラスの状況がガラッと変わる、空気が変わるってことを多分皆さんもですね、なんか感じていただけると思います。で実は教室が崩れてるっていうことはこの6ないし7の生徒がですね言うたら安易に、まあ、流されてるっていうことになりますよね。でまあそういうことなんですよ、まあ、同調圧力もありますけども。でそれでですねこれをムードを変えるためによかったらあの私がずっと30年以上やったあの市場討論という方法があるんでご紹介させてください。この前あの昨日ちょっとあの別の演習の講義に行ったら皆さんこれ結構、興味を持っていただいたんですけども、まずね方法はですねあるテーマ、まあ、何でもいいんですけども、小さな紙にですね、書いてもらうんですよ。でその意見をそのまま匿名で市場発表するっていうことなんです。まあ言うたらアンケートのまとめを名前、書かれた人の名前を抜きに、紹介するっていうことなんです。でこれは単にアンケートのまとめですよね。でミソはですねその1回目の意見を読んでから2回目の意見、場合によっては2回目の読んでから3回目の意見をということでやっていくんですよ。でその理由、心はというか理由はですね、人間関係に気を使い自分の意見をなかなか表明しない思春期の生徒たちもアンケートなどの市場では本音を語ってくれます。教員はやんちゃな生徒の声や行動を着目しがちですが、普段は声を出さないけれど当たり前のことを真面目に考え行動している多くの生徒の声が市場に展開されるので集団の姿勢や雰囲気が変わります。そしてこの A 校でもですね、厳しい状況で学年がこの市場討論をテーマを変えてはですね、やっていく中で、ガラッと変わっていったんです。例えば最初はですね厳しい状況どうやったら改善できますかっていうことを聞きますよね。そしたら子どもたちってね、これはもう経験的に断言できるんですけども、必ずあの頑張ってる子たちはいいこと書きますが、この真ん中の層がですね、思ったよりもすごくいいこと書くんですよ。今の状況良くないけど、あのこうしたらいいんちゃいますか。でもやっぱり1割ぐらいはですね、なんか足引っ張るようなことを書く人いるかもしれません。これの一番重要なのは、この1割を無視しないで掲載するってことなんですよね。そしたら圧倒的多数が、やっぱりこの現状を憂えてるってことに気がつくわけですね。で2回目3回目やったらですね、世論がガラッと変わります、という経験を何度もさせていただきました。
私はこれを最初やったのは教科学習、私社会科なんですけども、社会科の中でやったんですけども、ホームルールでも十分使えるなということで、おそらく全国でもですね、まあ、自分はオリジナルだと思ってたんですけども、この前も授業の中で自分は国語の授業でそういうことをしてた先生がおられたって聞いたんで、まあ、いろんなところでですね、この市場討論っていう方法を活用された方おられるかもしれませんが、有効ですので、もし将来この中で教壇に立たれる方がおられたら、どっかの頭の隅にですね、クラスの世論を変えるためには市場討論も有効だということを覚えていただけたらありがたいです。